倒的な身体能力を持った超能力者高田隆。この男を倒す方法は一切ないという無敵の男なのでしょうか。だが一概にも無敵というわけでもありません。それは、それは奴はどうやら虫に弱いらしい。虫？あのバッタや蝶などの昆虫のことですか。さよう。あんな小さな生き物たちがあの化け物を倒せるとは到底思えませんが。だが超能力者というのは虫の顔とで集中できないなどいろんな説があるが、奴はその説には当てはまらない。わけか、奴は虫が弱いだ。私は奴たちを打倒するためにひそかに開発していた新たなロボットがいる。ロボットについてでは、カブトムシ型ロボット、ビートルマンだ。ビートルマン。奴は劇的なカブトムシを操り、お見せ。無論、奴自身のパワーもかなりのものだ。そんな奴が、あの高田隆を倒せるというのですか。それはこいつ次第だ。ダークチップも渡しておくか。カブトムシの成分は本物とほぼ変わらない。一時的なロボットではあるが。さて、どうする。